2021年本屋大賞を受賞した町田そのこの同名小説中央公論新社を俳優の杉咲花主演鳴島いずる監督により映画化した 52Hz のクジラたちが3月1日に公開される。主人公の人生に交差する人々の場面写真が到着した。杉咲が演じるのは自分の人生を家族に搾取されてきた女性三島隆子、三島貴子。ある傷を抱え東京から海辺の町の一軒家に移り住んだ貴子は、そこで母親から虫と呼ばれる声を発することのできない少年と出会う。その出会いが呼び覚ましたのは、この声なき SOS を聞き救い出してくれた今はもう会えないアンちゃんとの日々だった。